演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのトルルン水ゼリーを食べたいと思います。そしてよりそれっぽくするのがこれとこれです。トッピングしてみました。ではいただきます。はい、まさにあれですね。でも美味しいです。いやはや、見た目通りと言いますか、期待を裏切らないと言いますか、やっぱり巨大なわらび餅のような弾力のあるゼリーでした。でもわらび餅よりもより甘さが少なくて、その分キノコと黒蜜の甘さが引き立っていて、これはこれで美味しかったです。ただちょっと絡めるには食べにくいかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。